丸々より丸1、丸2。先行した威力偵察部隊の報告によると、作戦区域に敵兵なしとのことだ。予定通り屏風山を抜け、旧関所跡まで前進。東ヶ島半島を速やかに確保の後、 AB 各分隊は所定の位置につけ、私は支援車両とともに旧関所跡に指揮所を設営する。なお偵察情報は更新ごとに各自データリンクにて確認せよ。以上。丸1、了解。丸2、了解。丸3より丸6、静かにしなよ。作戦中じゃないか。ダメだってば、もう切るよ。丸々より207各機。先ほど帝都で戦闘が始まった。未確認ではあるが、帝都城を包囲していた歩兵部隊の一部がこの衛軍部隊に向け発砲したことが発端らしい。それに対しこの衛軍第二連隊が全力で応戦。佐切隊員の戦闘停止声明も発表されたが、混乱は収拾できていない。先発した第一戦術機構大隊はアメリカ第117戦術機構大隊とともに品川埠頭に強襲上陸を敢行。現在敵部隊と戦闘中だ。また帝国軍の討伐部隊は埼玉県境から帝都に侵攻を開始。だが我々の任務内容に変更はない。各機通信機をオープンで固定。予定に従い A 班 B 班に分かれ任務を続行せよ。以上。丸1、了解。丸2、了解。とうとう降ってきたな。ああ。ベータの支配地域は自然が根こそぎやられるというのに。この辺りの山間部はなぜか手つかずだったらしい。
タケル、こんな話を知っているか。ベータの本州侵攻の際、帝国軍が多摩川より東に撤退した後も、この東ヶ島城にはこの絵軍第24連隊が踏みとどまったのだ。この絵軍第24連隊は京都で球場警護を担当していた第3連隊の生き残りを中心に再編された部隊だったからな。本州が奪回されるまでの数ヶ月間、幸いにも小規模な戦闘が数回発生したのみだったそうだ。この城が健在である陰にはそういった話もある。だがいかにこの絵軍が将軍の守護をその任としているとはいえ、離れ城を守るためだけに踏みとどまるとはいささか度が過ぎていよう。そもそも殿下がそのようなことをお望みになるはずがない。余談であったな。そなた何を。バカ者、作戦中に勝手に秘匿回線を使うとは。構わん。なんだ。なぜそう思うのだ。結論から言えば、彼らの心情は理解できる。ああ、知っている。私もそなたに質問してよいか。そなたは何のためにここにいる。なるほど。そなたは人類が勝利することが最優先ということだな。今朝も言ったが、たとえ目的が同じでも重んじるものが違えば道をたがえることがある。そなたにとっては結果が全てでも、そうでないものもいる。そなたはその信念をもってしても月読みの問いに答えられなかったな。タケル、人類とベータの戦い、どれだけ続いているかは知っていよう。そなたの言う通り、誰もが戦いが終わることを望んでいる。人類の勝利という形で。だが現実は違う。どれだけ時を重ねても戦況は好転しない。しかし国民の暮らしは悪くなる一方だ。慢性的な食料不足に強制疎開、強制収容、徴兵年齢は引き下げられ、今や男女の区別なく前線に赴かねばならぬ。今後も環境はさらに厳しくなっていくであろう。しかも出口は未だ見えないのだ。だがその現状をただ嘆くのではなく、自らの力で変えていこうと考える者も少なくない。どこかの誰かの明日のため、民の心にある日本という国を守るために、命を投げ出すことも厭わない者たちばかりだ。
そうだ。命など惜しくはない。死という現実に恐れを抱かぬわけではないがな。敗戦、アメリカの反属国化政策、在日アメリカ軍という名の占領軍による国土の蹂躙、冷戦、そしてベータの襲来、アメリカ軍の撤退、軍の敗走、あまたの生命を、国土の半分以上を失ったあの時、未曾有の国難に際し日本人を強行に向かわせなかったものは何か、そなたにも分かろう。人々の心の中に国があり、国と共に人があったからだ。そして将軍家が心の礎として民と共にあったからだ。だがベータに敗北し、本州奪還に国連軍の力を借りざるを得なかったことが政府を変えてしまった。おそらくな。うん。善悪で語るべきことではない。ただ本州を奪還し国連とのさらなる関係強化が国の基本政策となって以降、手段が目的を凌駕することが日常化し、政府や軍は本来あるべき姿を見失っているように見える。政府は民をないがしろにし、将軍家を傀儡に貶めた。己の都合や利益のみを考える輩が国を蝕んでいるのだ。そこから民を、将軍家を、そして国を救い出そうというのが彼ら決起部隊の考えだ。おそらくな。そう考える者がクーデターを起こしたということだ。今の帝国政府のありさま、この国にとって良いものではないと思っている。もういい。わかっている。やめてくれタケル、もう十分だ。私とて悩んでいるのだ。何が正しいことなのかわからなくなる時がある。軍の合理的なやり方にも理はあるのだ。それは分かっている。
理解できぬというのなら足玉に断じるでない。やめろと言っている。それ以上はいかにそなたでも許さん。よい、お互い様だ。なんだ。タケル、そなたは強いな。それは違う。それは私ではない。ただこの苦しみを一人抱えていることを思うと、私はだからせめて心は共にありたいのだ。長話が過ぎたな。タケルさん、定時連絡なんですけど。はい、異常なしです。じゃあまた後で。剣さんは、はい、タケルさんも頑張って。はい。聞こえている。こちらも異常なしだ。タケル、許すがよい。私の弱さをだ。以上だ。
ケル、ん？時間、す、ケルさん。起きてください。タケルさん。交代15分前です。本当に目覚めましたか？じゃあ、丸号タマセ、丸二丸二より待機に入ります。どうした？はい。わかった。あまり離れるな。タマセの休憩に影響が出る。あ、ちょっとくらいなら私大丈夫ですよ。了解。行ってらっしゃい。銃を向けるとは何事です。控えなさい、無礼者。お前は帝国軍ではないのですね。答えなさい。丸二、了解。丸五、狙撃態勢を維持。丸五、了解。戦況に変化があったらしい。コマンドポストは現在、対応を最優先処理中。指示を待て。榊と私は今からコマンドポストに出頭する。バックアップは丸五に一任。丸五、了解。タケル、気を緩めるな。答えなさいと言っているでしょ。あ、あれは国連？無礼者、何ですかその。おやめなさい。
黒い強化装備は国連軍衛士の証。おそらくこのものは。メイよ。はっ、恐れながらこのものの。よい、下がりなさい。タケルさん、気をつけて。誰かと思えば白金タケル。この場所に君たちがいるとは、いやはや、さすがは光月博士だと言うべきか。その前に、これを何とかしてもらえるとありがたいのだが。マルゴー了解。ははは、36ミリチェーンガンで照準されると、さすがに生きた心地がしないね。鎧、この者、そなたの知り合いですか？はい、白金と申しまして、無礼な変わり者ですが、ヒラにご容赦を。ほう、君はこのお方を知らないというのかね？公務員夕日殿下に荒らせられるぞ、無礼者！日本帝国国務全権代行である征夷大将軍殿下を呼び捨てかね、白金たける。カモフラージュのためです。そんなこともわからないのですか？やはりおかしいでしょうか？いえ、よくお似合いです、殿下。この者、何分国連軍所属ですゆえ、お許しを。よい、それより鎧。そうでした。白金たける、前線司令部はどこだね？まずいな。指揮所。恐れながら殿下、どうかこの者とご一緒ください。多少窮屈ではございましょうが、緊急事態ゆえご容赦のほど。わかりました。白金とやら面倒をかけます。鎧課長、何をお考えです？戦術機のコックピットなら殿下をお乗せすることは可能だろう。この状況で戦術機のコックピット以上に安全な場所はないと思うがね、白金たける。致し方ありません。殿下、よろしいですか？はい、そなたに任せます。そのまま横浜基地まで行かれるのがよろしいかと。侍従長、あなたは指揮戦闘車に。わかりました。白金とやら殿下をしっかりとお守りするのですよ。鎧、そなたはどうするのですか？殿下、私にはもう一仕事残っていますので、しばらくしたら失礼させていただきます。白金たける、殿下を頼んだぞ。鎧、ここまで本当に大儀でした。そなたの武運を祈っています。ありがとうございます。我が心を失ったという知らせはこれ以上聞きたくないのです。どうか気をつけて。切ったもの切られたもの共に進化でありますゆえ、殿下の悲しみはいかばかりかと存じますが、国の乱れを憂う若者たちがそれを正すべくやむにやまれず立ち上がったというのが、こたびの市議の真相。誤った道を選んだにせよ、
そのような若者たちがいる限り、まだまだ日本も捨てたものではございません。ここで海を出し切ることで日本は再び目覚める。私はそう信じております。本当にそうなのでしょうか。ご安心ください。殿下、帝国の精神は必ずや民の心によみがえりましょう。しかしながら、これ以上の騒乱は望ましくありません。はい。直ちに帝都に舞い戻り、微力ながら事態の収拾に努めます。頼みましたよ。コマンドポストより207各機、警戒態勢解除。これより準戦闘態勢に移行する。10分ほど前、国連第11方面司令部に帝国上代将から直々に情報が入った。帝都および帝都城周辺での戦闘が激化した事態を受け、上代将は昨夜将軍殿下の帝都脱出を決定した。殿下は帝都城地下に極秘建造された地下鉄道を使い帝都を脱出した。それが約90分前だ。目的地は関東圏の鎮守府および城郭。撹乱のためのおとりも同時に何組か脱出したらしい。タケル、こんな話を知っているか。ベータの本州侵攻の際、帝国軍が多摩川より東に撤退した後も、この東ヶ島城には近衛軍第24連隊が踏みとどまったのだ。本州が奪回されるまでの数ヶ月間、幸いにも小規模な戦闘が数回発生したのみだったそうだ。だが、いかに近衛軍が将軍の守護をその任としているとはいえ、離れ城を守るためだけに踏みとどまるとは、いささか度が過ぎていよう。しかし、30分ほど前、何者かによってこの情報がリークされた。現在クーデター側は各地の城へと部隊を移動させつつある。その結果、帝都での戦闘はほぼ収束した模様だ。帝国軍、近衛軍および国連軍が移動中の敵部隊を追撃している。ここも戦場となる可能性が高い。前期準戦闘態勢のまま待機。次の指示を待て。以上。計算通りだ。決起部隊が帝都城で戦闘を始めなければ完璧だったんだがね。殿下の脱出情報は私がリークした。良いのです、白金。私が命じました。殿下は帝都の民をこれ以上戦火にさらさぬために自らおとり役を買って出られたのだ。全軍が殿下を追っているんだろう。帝都での戦闘も終わった。違うかね。殿下は数名の側近と近衛の司令官にだけ真意を伝え、ご自身で脱出のご決断をなさったのだ。殿下の脱出を知って上代将上層部の連中が大慌てで対面を取り繕ったんだろう。護衛もつけずに殿下を帝都城から脱出させるなど、役人連中が許すと思うかね。もちろんしたとも。悪い癖が治っていないな、白金たける。そういう現状を嘆いた連中が決起したんじゃないのかね。首相暗殺直後から藩と討伐の勅命を求める声が臨時政府や上代将から相次いだ。殿下は最後まで戦闘は避けようと下知なさっていたのだが、臨時政府と軍は討伐部隊を組織し国連軍を呼び込んだのだ。そこで殿下は帝都での戦闘が激化する前に御身をおとりとし、全軍を無人の地に誘い出されることをご決断されたのだ。しかし
どうしても日本で内戦を起こしたい連中がいるようでね。その意を汲む者が決起部隊の中に紛れ込んでいたらしい。分かったかね、白金タケル。では行きたまえ。殿下を横浜基地にお連れするのだ。なんだね。そのために私は行くのだ。私と侍従長はまず旧関所の指揮所へ行く。早く連絡を。それでは殿下、どうかご無事で。そなたたちも気をつけて。コマンドポストより丸六、秘匿回線の使用を許可する。報告せよ。身元判明？どういうことだ？なんだって？殿下がたったそれだけの警護で？了解。殿下はどうされたのだ？なるほど、操縦技術に優れる貴様が操る機体であればなおさらだな。よし、あくまで緊急措置だ。秘匿回線の使用終わる。コマンドポストから207各機、丸六を中心にサークル1で全周警戒。別名を待て。世話になります。こちら604機、現在交戦中。地球増援を。クソだ、同じ機体なのにどういうことだ。帝都の守りを預かる我ら精鋭の力、見くびるな。無理を強いているのは私。そなたに気を使う必要がありません。この四定式ハーネスを使うのですね。これは。
スコポラミン。加速度病対策ですね。揺れは覚悟します。コマンドポストより207各機、状況を説明する。白金、私にも聞こえるようにしてください。状況の推移を知っておきたいのです。お願いします。構いません。10分ほど前、帝国厚木基地からの通信が途絶。続いて小田原西インターチェンジ跡の前線司令部も沈黙した。すでに明神ヶ岳山中では帝国軍部隊が敵と交戦中。敵主力は現在東名高速自動車道跡と小田原厚木道路跡の二手に分かれ進撃中だ。以降東名を進撃中の敵部隊を E1、 小田原厚木道路跡の敵部隊を E2 と呼称する。では脱出経路の説明に入る。我々はまず熱海新道跡から伊豆スカイライン跡に入り南下する。おそらく E1 は我々の精神を阻むため、芦ノ湖スカイライン跡から旧三島市に向け並走してくるだろう。それと同時に我々の転身を阻むための部隊が E2 から分離し、伊豆スカイライン跡に沿って追撃してくることが予想される。これを E3 とする。 E2 は国道135号線跡を南下、そのまま海岸線に向かい、その確保を図る可能性が高いだろう。我々はさらに南下を続けるが、この段階で想定通り E3 が存在する場合、途中合流するアメリカ軍戦術機構大隊が陽動を兼ねて迎撃する。これにより E1 は旧三島市から旧中伊豆町に向け E2 と連携、我々を包囲攻撃しようとするはずだ。冷え川料金所跡が敵にとっての最重要ポイントになる。見ろ、ここは山間部が一番狭くなっている。敵が我々の頭を抑えられるのはこのポイント以外にない。ここを我々が先に抜ければこの作戦は成功したも同然だ。我々は東笠山付近で山間部に入り、そのまま旧下田市に抜ける予定だ。敵も山岳部に入って速度が落ちればよし、入らずに並走するならばそれもよし。この頃には国連横須賀基地の第209戦術機構大隊が旧下田市内に上陸し、敵を待ち構えているという戦法だ。我々は白浜海岸で横浜基地所属の第11艦隊と合流、海路にて横浜基地へ帰還する。なお本作戦においては支援砲撃やエアカバーは一切期待できない。小規模ながらも各地の戦闘は未だ継続中だ。帝都でも睨み合いが続いているらしい。厳しい状況ですね。私も不甲斐ないばかり。進撃フォーメーションは丸6を中心にアローヘッド3だ。両側面と後方を厚く取る。さらにこの絵、第19独立小隊がハンマーヘッド1で後方を固めてくれる。第19独立小隊、臨時政府が国連軍受け入れに際し提示した絶対条件は殿下の安全な保護だ。つまり本作戦の最優先目標は公務員殿下を無事に横浜基地にお連れすることである。したがって丸6の安全を最優先とする。なお支援車両部隊は各乱任務のため熱海峠から135号線に向かう。白金、貴様はどんな犠牲を払ってでも必ず殿下を横浜基地へお送りするのだ。いいな。この任務に携わることは国連軍の兵士であり日本人でもある我々にとって
この上ない名誉である。各自の奮闘に期待する。以上。本当に面倒をかけます。20なら戦術機構招待、電気発進。